こんにちはのくです今回は「アラヒフなんちゃって長者合宿」9話ということで撮っていきたいと思います。いつもはですねアラヒフなんちゃって長者合宿というのは私が、まあ、10代だったり20代だったりした頃のことを、えー、語ってアラヒフの方に、まあ、ちょっと懐かしんでもらおうみたいなところが テーマだったりすするんですけども今回はちょっとね最近話題になっている、えー、何でしたっけゆっくり茶番劇について話していきたいと思います。まあ、商標登録とかネーミングというところがテーマになっているんですけども、えー、その話題が、ね、炎上したんですよね。 ゆっくり茶番劇って何かというとですね、まあ有名なので私が説明するまでもないんですけれども、アニメのキャラクターがまあ2体いてですね、えー、掛け合っていろんな話題を取り上げていくということで、そのシリーズをゆっくり、シリーズじゃないんですけど、いろんな方がそのキャラクターを、えー、取り合って、取り上げて、YouTube を作っている。まあ VTube っていうんですかね。人が喋る、人が、 え、実際に出るわけじゃなくて、そのアニメのキャラクターを使って、え、声を当てて、音声ファイルで声を当てていくみたいな、そんな形のものが、まあ一つのテンプレート化して、え、元々作った人がね、その著作権とかそういうところに、まあ全然、権利を主張していなくて勝手に使っていいよみたいなところでやっていて、まあそれがですね、え、かなり流行っていろんな方が、その、 テンプレートに従って VTube を作っていたということなんですけれども、えー、その VTube、まあ、ゆっくり茶番劇というものを、えー、名称商標登録したという方が現れてきて、えー、これから使うのにもしかしたらお金がかかってしまうみたいなそんな話になって、えー、炎上したわけなんですね。 まあ、吸ったもんだの挙句その話はえ商標登録の方、なんか権利を放棄したみたいなことになったらしいんですけれども、えー、もともとですね、ゆっくり茶番劇っていうのは、なんかゲームのキャラクターがいて、えー、それがですね、まあ、2チャンネル、5チャンネルみたいな、えー、時代があって、その時にね、ドット絵みたいなのでキャラクターになって、それがさらに YouTube、 をみんなが発信するような時代になって、まあキャラクターとして、えー、絵を作り上げて、音声ファイルを当てていくみたいな文化もできていたので、えー、それで VTuber として、それがまあテンプレートした、テンプレート化したという、えー、背景があるようなんですね。えー、もともとはだからアニメのそのキャラクターなので、ゲームのキャラクター、 キャラクターをそれのようにドット絵にして、えー、それでそれをイラスト化したものなので、まあそれぞれにね、判件があるんですけど、その方たちがみんな勝手にどうぞ使っていいよっていうところで、えー、皆さんが YouTube、VTube を作っていたということらしいんですけれども、えー、それが商標登録を取っていなかったということで、ある方が商標登録をして、えー、それでまあ 燃えたというか炎上したみたいなことだと思うんですけど、まあ結局は解決したみたいなんですけど、考えてみたらですね、この私の、え、アラヒフなんちゃって億万長者合宿というところも、億万長者合宿というところに、まあ乗らせていただいてるという感じなんですよね。え、億万長者合宿というのは、久保さん、まあ吉谷さんが、え セミナーで、まあ、合宿式のセミナーをやったときに、まあ、億万長者を目指していこうぜ、みたいな趣旨だったんですかね。まあ、そういうの感じで始まったと思うんですけど、これはもしかしたらですね、商標登録した方がいいのかもしれないですね。えー、まあ、私の場合はですね、まあ、それを外から見ていて、まあ、参加されていた方が戻る場所とかも、まあ、もちろん、 なんですかね。その、そこに加わるというか、普通に出てくれればいいんですけど、久保さんとね、吉谷さんのペースでやるのも大変だろうから、私が始めた、ここにでも乗っかってく、来てくれたらな、というの,のがあって、まあやっているというのも、アイディアとしてあったんですけど、今のところその気配は <laughs> なさそうなんですけれども、まあそんな感じでね、ネーミングって、まあ結構大事だな、って改めて思ったのと、 えー、そのお金を生みそうなものっていうのは商標登録していかないとまずいんじゃないかなというのがあります。でそこで言うとね、久保さんの速可塾、早く稼ぐ塾というのもすごくいいネーミングだなと改めてね考えた思,思いに当たったんですけども、これもねもしかして商標登録した方がいいのかもしれないななんて思って、その想像をね、 えー、見ながら思ったんですよで考えてみるとですねこれにあたるもの私も思い当たったものがあって2003年、えー、プロ野球で、まあ、阪神タイガースが星野監督を擁して優勝する時があったんですけどその時もねこのネーミングというか商標登録の問題っていうのが出ていて確か阪神優勝っていうのを商標登録してなくて 誰かがそこに気づいて商標登録しちゃったんですよ。で、その時もまあ炎上というか今ほどね、YouTube とかが発達した時代ではなかったんですけど、それなりに掲示板とか阪神タイガースの公式ホームページの中にチャットがあって、まあそこが盛り上がっていたんですけども、その中でその商標登録でやはり 商標登録した人は叩かれたというか、まあ、ちょっとした、まあ、炎上みたいのがあって、まあ、結局ですね、その方と球団が和解したのは何だったかな確か100万円かなんか球団が、阪神球団が、その商標登録した方に、えー、支払って解決した、というところがあったと思います。えー、なのでですね、名前一つでもお金を生むというのが、 改めて思ったりもしかしたらねそのまま素通りしていたらそのゆ「ゆっくり茶番劇」というタイトルで動画を作ると、えー、お金を取られるみたいなことになっていたかもしれないんですよね。まあ、こうなってくると何でも登録すればいいのかというとそうでもなくていかにも有名みたいなものはやはりチェックされるらしい。 チェックされるらしいんですよね。商標登録するときに。まあ、それは普通、一般的にもう使われているでしょうとか、あまりにもそれ有名じゃないですかということなんですけれども、今回のね、ゆっくり茶番劇っていうのは、その、そこを通過してしまったんですよね。その商標登録の、え登録の場で。 というのも、それをその役人の方が知らなかったということなんですよね。こんな有名になっているとか、そのこと自体を。えー、私もですね、YouTube を発信する立場ですけど、そのアニメのキャラクターとか、その動画は何本か見たことあったんですけど、私も全然詳しくなくて知らなくてですね、同じ方が普通にやってるのかなと思ったら、テンプレート化されてたんですね。 そのゆっっくり茶番劇っていうのが、えー、なのでですねなんかネットの時代になってすごく細分化したまあ前音楽の話とか80年代の話とかまあみんなが同じものを見て同じものを,を楽しんで育ったみたいな、えー、私たちアラヒフのね若い頃の時代ってあったと思うんですけどすごく今細分化していて。 え一部ではそ,うそのようなねお金をすごく生むようなもの、えー、もうなんかすごくま逆化してるなと思ったんですよね。そんな感じのことを思いました。なので,ですなのでまあネーミングとかすごく大事で場合によってはね、その商標登録をしないと後で結構大変なことになるというのでまあ勉強になったというか。 ああという <laughs> まあ気づきみたいなのがありましたね。皆さんはどのような感じですかね。それではご視聴ありがとうございました。失礼いたします。